調査です。めっちゃお久しぶりなんですけど、今日は、夏のデート服ということで、いつも通り相棒のリンゴに登場していただきます。どうぞ。いや。はい。お久しぶりです。じゃあちょっと夏のデート服のご紹介していただけたらなと思います。じゃあ夏です。一発目。では、夏といえばの私なりの、場所をね、3つ考えてるんで、まず1つ目です。はい。バーベキュー。おー、やっぱもうちょっとすいません、外せないというか、あの、私が夏にしたいことも含めちょっとこうタイトルにしてる感じなので、バーベキューって感じです。いいですか、スタイル。はい、もちろん。はい、バーベキュー。ちょっとこの3つで、すいません、お願いいたします。はい、ちょっといきます。シャシャ。はい、では1コーデ目、バーベキューデートどうぞ。はいはい、いいんじゃないですか。うん、おいい、こういくの、うん、めっちゃ。今回はちょっとですね、バーベキューといっても、あの、都会のバーベキューではなくてですね、山とかに行ってキャンプ場的な避暑地に行ってのバーベキューをする。あ、なるほどね。はい、あ、私が、ね、川とかで。そうです、なんかその人多いの嫌いなんで。これで、でもこれ、あの、そうです、そもそも穴開いてるし、そうです、気持ち、うん、気持ち程度のあれなんですけど、穴開いてたりとか、薄いんよ、生地自体。ガーゼ、ミツガーゼ地やから。思ったより、まあ、日よけにちょうどいいかも、俺は。あ、うん、まあ、あの、あれめっちゃ嫌いから。何ですか、日光。日光嫌いなんですか。だいぶ暑いやん。しかも結構太陽奪われるからな、そうそうそう、日光浴びると。そうなんですよ、日光浴びるバーベキューは死にますので。はい、ということで、はい、で、今回ちょっと見てもらって分かるように、うん、緑、ちょっとグリーンベースで、コーデを組んでるんですけど、はい、そうです、パンツもグリーン、そうです、カーキのトップスもグリーン、インナーだけ白でちょっと爽やかにしておりますが、うん、実はこれ、あの、山奥で隠れもできます。どういうこと突然やな山奥で、あ、緑やからね、遊べます。これもできるな。できますよ、山の中で、うん、あの、こう閉めたらね、うん、もうこれカモフラやと思ってもらって、これ寝そべってください。これ寝そべったら、うん、もう見つかりませんから。大人になってからのかくれんぼ楽しいですからね。確かにね、そういうね、子供初心に帰っての遊びも楽しめるというコーデにしております。で、ちょっとパンツはだから動きやすいようにワークパンツっぽい、うん、あの、ものを選んでおります。ちょっと太めのワークパンツ。あ、そうですね。でこれやったら確かになんか汚くなっても良さそう。はい、そうです。スラックスとかしないからね。はい、そうなんです。あの、俺からしたら日よけもできるし吉松さん受けだ、動きやすいし確かにね、女受けじゃなくて男受けやったけど、でもその2点がすごい個人的に刺さりました。ああ、脱いだらどういう感じ。あ、はい、お願いします。脱いだら暑い時に、うん、一応こんな形で七分袖、うん、七分袖の、カットソーにはなるんですけど、うん、でも脱いでも可愛くないですか。可愛い、可愛い。なんかそもそも七分袖の、あの、おしゃれなカットソーが珍しいと思ってるので、私は、うん、脱いだ時でも、おい、こう、え、こんな、え、なんかちょっと袖グラデーションになってる感じの、え、可愛いねこれみたいな、女受けというか、まあ、あの、あれですね、これも若干日よけにもなるし、半袖よりはっていうね、日焼けになるし、女の子から、え、なんかこれかわいいみたいな、ならないかな、なります。いや、なりそうじゃん、なるなる、女の子から。え、ですよね、しかも七分ってなんか、女の子から。え、どうの七分。え、いいです。なんか、可愛くなるよな、七分になると、うん。そうなんです。長袖が普通、半袖が、あーってなったら、七分はいい感じです。しかも、あれなんや、ちゃんとこう、生地の切り替えのとこを、やってか上からこう染めてるやん。そうそうそう、ラグランスリーブっぽく見えて、あ、実は染めてる。あ、なるほどね。にじんでる感じもね、可愛いんですよ、うん、これも逆に言うと白いんですけど、ボディがもうがっつり汚してもらっても可愛いんじゃないかなって思う洋服にしてます。なんかせっかくだったら普通にデニムだけじゃなくて、ちょっと癖のあるね、うん、パンツを選んでほしいかなって感じです。はいはい、が1コーデ目です。僕も男女ともに大満足のスタイリングだったと思います。ありがとうございます。ハードル上がるやべえ。じゃあ次、はい、ね、2コーデ目、まずテーマから。あ、そうですね、はい、
海。海、おお。もう逆に山行ったら次海です。なるほどね。でも夏ってすごいですね。山と海どっちも遊べますもんね。夏。確かに。なんか冬って冬の山ってめっちゃ怖いじゃないですか。寒いしな。危険やからね。リスクがあるがガチ登山の人しか行かないじゃないですか。デートでは使わん。うん、冬の海も。冬の海も。めっちゃ寒い。行かんよな。かといって秋も行くかって言われたら分かんないですし、秋登山はいいけど、夏は登山もとかバーベキューとキャンプできて海も行けます。あれ、え、いや、え、HIS もしてる。あ、旅の日とか。このもうめっちゃそっちの紹介やって、夏はいいですよねみたいな。はい、ということで海です。私が選ぶんか今。そうやろ。ブランクあるからな。私忘れてました。ほう、半袖ショーツ。すみません、お願いいたします。これちょっとどこ着たらいいですか。あ、これ先で、すみません。いらっしゃいませ。では、通行止めに行きます。海デートです。はい、はい、キラーン。キラーン。キラーン。え、私結構好きなんですけど。いや、俺めっちゃ不安やってやんか。マジで。何がですか。いや、半袖ショーツみたいな並んでた時に。けどめっちゃ良くない。うん、これがいいっすね。はい、確かに。半袖ショーツだと何が不安なんですか。いや、半袖とショーツってなんか子供っぽくなるやんか。あ、確かに。なるほど、それか。うん、それがすごい不安やったんですけど、めっちゃいい感じ。うん、ちょっとリラックス感あって。うん、そうです。だからちょっとリゾート感も出してるんですよ。あ、そう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 、確かにリゾート感かも。なんかチャラい海に行くっていうよりかは。チャラい。チャラい海。スマとか。あんま行かない、行ったことないです。すいません、世の中全国の海の人。あの、全国海の人。海中、海中、ね、全国の海の人全員チャラいと思って、すいません。でも私は結構チャラいっていうイメージがついちゃってるから、違います。今回リゾートです。なんかちょっと、あ、なるほどね。ちょっと海は綺麗なとことか、で、そうです。ビーチにこうなんかあの寝転がるやつね。はい、あの、何でしたっけ、あの普通に椅子が置いてあるような感じのとこに行ってるイメージ。確かに。なのでちょいおしゃれ気味になってます。うん、海で入るっていうよりか、あ、海で、そうです、楽しむみたいな感じだ。海のそばで楽しむみたいな。でも海に入ることもあると思うんで、リラックスできるショーツです。うんうん。でもめっちゃいい。なんか生地感もすごいいいよな、全部の。これ結構ね、テロンテロンしてて。テロンテロン。で、透け感あるんですよね。で、ちょっとキラキラしてるけど。あー、画面じゃ分かりづらいと思う。なんかちょっと、え、長袖熱くないみたいなね、思う方もいると思うんで、うん、もう海行くんやったら半袖半パンションみたいな人もいるかもしれないんで、一応透け感ありますよっていうのはね。うん、しかも、爽やかに白の半袖と、ブルーの長袖で爽やかさをアップしてます。うん、確かに。まあ、もちろんネックレスしてもいいんですけど、これちょっとこの服やったら、そうです、ここ胸元にコード通ってて、これだけデザイン性あるんで、紐だけでも可愛いし、実はフーディーになってるので、これもね、帽子いらずの日よけ代わりになるね。うん、そうです。首の後ろとかやっぱ焼けちゃうんでね、こんな感じで日よけ対策もできるかなと。え、これカバンも、カバンもまあ持ってて損はないです。というよりも、まあバーベキューとかキャンプとは違って、まあ、ああいうとこってちょっと荷物置いたままで、まあなんか飲み物買いに出かけたりとかっていう時に、やっぱちょっとね、あの飲み物とか財布とか貴重品を入れておく用のカバンとして、まあわかんないですけど、彼女さんがカバン持たないタイプかもしれないんで、の彼女に荷物を持たせる男子ダメです。あ、ちょっとカバンねえからこれ水入れといてみたいな。絶対経験あるやん、なんかさ。まあ、今の言い方は思い出してしゃべってたよね。え、いやいやいや、そんなことありませんけど。あ、確かにこの持ち方でも可愛いですね。手持ちの感じで、別にショルダーとかじゃなくてもいいんで、ハンドバッグで持って、ちょっと黒で白がワントーンになってるんで、靴とカバンでちょっと白黒でアクセントに。これあのケイシロウがさっきチラッとね、あの動画始まる前に言ったんです。靴下履いてることによって子
供っぽくなりすぎない、うん、っていうのは確かにめっちゃ思った。お、うん、さすがです。おそうだったみたいな。やめて。って言っちゃった。実はみたいな。って言っちゃった。驚きすぎて。でもそうやな、うんうん、靴下履いてることによってすごいいい感じに、うん、あ、大人っぽく、よかった、リラックス感ある大人っぽい感じになってる、うん、っていうことは靴下ありきでこういうミュールを履いてもらって、うん、靴下で色で遊んでもらっても可愛いんじゃないでしょうかっていう感じですよね、うん、合ってますか。いや合ってると思う。はい、っていうことですよ。あと思ったのはやっぱそういう構えやったらさ、軽いタオルとかもかけながら持てるし、確かに。そうで、靴下も替えも入れれるやん。確かに。だからほんまにちょうどいいな。確かに。やだ、ここにタオルかけてる人お風呂上がりっすもん。そう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 、やだ、こっちに入れるし。そう、こっちにかけれるからね。確かに。こうやってね。そうそうそう、前に。確かに。それめっちゃいい。めっちゃいいやん。ナイスですね。ちょうどいいっす、これじゃこういう感じで第2コーデ、海のコーデということでありがとうございます。次じゃあ3つ目。あ、はい、すいません。3つ目フェス。おい、やっぱフェスです。あんま行ったことないんですけど、行きたいんですけど、うん、やっぱね、1975とかも来てましたし、はい、もう周りの人みんな最近フェスの話してるんで、はい、私も行きたくなってのフェスコーデ。 OK です。じゃあフェスコーデよろしくお願いします。お願いします。はい、では3コード目登場していただきます。フェスコーデ。はい、いやこんな感じです。シャツさ、フェスで着る？まあまあまあなんだそのまま初めて言った初めて言った。まあまあまあ、いや分からん、マジで着方が分からへんかった。これいや、マジで、フェスで絶対暑い、サマソニーとか。すいません、私フェスをね、そうですね、知らんね。それ、もう舐めてるっすよね。と思うじゃないですか。お、これ違います。僕が着方が、着方が、はい、私の想像では、うん、腰巻きでございます。なるほどね。私どうしてもですね、シャツを腰巻きするってことだよな。そうですね。これタックインはタックインでよかった。大丈夫ですよ、大丈夫です。せっかくのね、このフロントの可愛いフリルを台無しにしてしまうことになりますが。確かに。でもですね、私は確かにな、これが、そうですね、シンプルな T シャツにデニムのスタイリングはどうしても許せないもので、やっぱりあのありました、ね、一癖欲しいわけですよね。炎上発言ね。炎上発言。懐かしいですね。あれももうだって何年前の話ですかって感じなんですけど、こう、そうですね。ああ、私はこれぐらい鮮やかな、まあ私チェックシャツ可愛いなってこれすごい思うんですけど。で、インのまま、インのままで大丈夫です。じゃあすいません、これが完成形らしいです。はい、こちら完成形。いや、これはなんか別にあるじゃないですか、熱そうな感じします。これやったらしいひんな。よかった。ちょっと今回は私そんなフェス経験してないですけど、ロックフェスのイメージです。うん、でも最近のなんかさ、フジロックとかさ、森道とかさ、おしゃれな人多いな。なんかそのスナップすら入ってるようになった。スナップが入り出したから、もしかしたらみんなちょっとおしゃれにも気を配ってるのかもしれないですね。で、あのオアシスティです ね、 あね、オアシスティにチェックシャツの腰巻きにパンツがダメージパンツです、うん、やっぱここでちょっとねロック感も出してるんですよね。いや確かに、私実はここの下でロック感出てるね、このダメージにフレアで、はい、でカーキのね、カーキのキャンバスキューズシューズなんやキャンバスキューズなんやキャンバスシューズですございます。カニマイカニサミヤ、はい、うん、しかもあのこの靴がトレーニングシューズのモチーフやから結構歩きやすくて、はい、でクッション性もあるから多分1日これでフェスではしゃぎても、うん、全然大丈夫なやつだと思いますよ。良さそう、うん、カバン忘れてます。
あ、持ってき、あ、ほんまに。ほんまにすいません、1点忘れてました。これもやな。そうなんですよ。これを、まあ、なんか、これ斜めだけ。どうしましょうかね。斜めでもいいですし、もう、ま、前でも可愛いかなと思ったんですけど、違うかな。いや、斜めでもいいか。いや、でもなんか前でもフェス感出る、なんかこう、前カバンみたいな。ほんまですか。なんか携帯とか、あ、そうなんですよ。ああいうの入れるから、やっぱり、フェスも絶対にいるものだと思うんですよね。なんかとお客さんとかで聞いたのが、カバン持たずに、例えば鍵とかね、携帯だけをポケットに入れるじゃないですか。フェスで楽しんだ後、なくしましたみたいなね、あ、聞いたんで、それともカバン持ってくださいと思って。ちょっとさっきのラストフレームよりミニサイズで。うん。でもちょっとあのこのシャツとはちょっと色合いが違いますけど、オアシスのこの T シャツと色味ちょっと合わせて、うん、統一感を持たせてます。これ前回ね、ケイシロウと一緒に紹介したやつやけど、まあ伸びるから物もちゃんと入る。あ、入ります入ります、うん、みんなびっくりしますけど、え、これ何みたいな。でもこれ可愛くないですか。別になんか物入れてほしいですけど、入れなくてもかけてるだけで可愛いかなと思って、うん、って感じですね。確かにこれぐらいこうあると結構色がね、服はポップさがある、色はあんまないから、うん、ドーンって入ると一気にこう、ね、明るくなる。うん、かわいい。そう思ったら、その鍵とかさ、なくてなった時にさ、こういうのとかやってさ、カラビナとかさ、そこにつけてさ、確かにつければいけるよな、ここにね。うん、で、いろいろそう引っ掛けたりとか、うん、あ、いいですね。これも必需品ということで。確かに、ごめんなさい。あ、全然。あと、意外にこれさ、ロックっぽくない。確かに、確かにです。ロックっぽいな、それ結構。私結構いつもスタイリングでなんか、まあベルト使ったりとか、小物ネックレスも結構使うんですけど、今回初めてのアクセサリーです。確かに確かに。あの、意外と他のコーデでは使わずに、あえて使わずに、やっぱフェスといったら半袖でしょ、腕見えるっしょ、バングルっしょみたいな感じです。ノリやな。え、フェスっぽいな。ノリがもうフェスっぽいもんな。でもめっちゃいい。だって私もこんな感じかなって組んでますもんね、フェス行く時。ここにしかもあれも来るしね、多分。ああ、リストバンドとかチケット、あのチケットのやつとかね、このワンデーのやつとか、ね、そうあ、いいですね、かわいい。重ね付けして、なんかこう腕も取りたくなるような、腕周りが可愛くなりそう。でドリンク持っちゃって、こう空と一緒に。チャラ。そうチャラ。チャラ。チャラくないですか。チャラ。チャラくないか、ごめんなさい。全然チャラくないかも。すいません。なんかちょっとね、彼女と行くんやったらね、この腰巻きもね、もし彼女がちょっと結構肌露出多い系とかでね、休憩中とかこうかけてあげてもいいんじゃないですか。まあ、確かに。日よけとか、ね。いるとか、そう、日よけ。雨よけとか、ね。そうですね。雨も降ると思うんで、それ用にこう、ちょっと贅沢な使い方ですけど、ぜひ。使い方してみてください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ参考で面夏フェスでした。以上ですかね。はい、じゃあちょっと元の服に着替えてきます。あ、はい、かしこまりました。おい。はい、ということで夏デート参考でありがとうございました。いやいや、今回結構ね、僕以外に夏フェス好きです。おー、うん、よかった。私も夏フェスが好きですかね。うん、夏フェス好き。夏スナップ取られそうじゃん。うん、で、なんか、フェス会場で、デートで行きつつ、他の人にモテそうじゃん。うん、確かに。ちょっとタバコ吸ってくるわ、ね。ちょっと買いに行ってくるわ、ね。うわ、なんかちょっと。お兄さん、おしゃれみたいな。うん、うん、モテそう。声かけられそう。確かにモテそうかもしれない。ガチでモテそうやなと思った。いいよな。うん、え、使おうとしてます。いや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 、まさかそんなことないです。まさかね、まさか個人個人でな、それは決めてもらって。いや、めっちゃ良かった。あの、初め、え、みたいな感じだったけど、シャツ、まあ次はね、ちょっと必ず秋やりたいですね。はい、秋コーデね、あの、まあちょっとレジャーできつつ、まあ、ちょっと芸術の秋でもあるから、それもちょっと楽しみに。いいですね。はい、あとどれぐらい、 3,4 ヶ月後ぐらいかな。そうですね。そうやな。でも9月頭ぐらいに撮って、9月後半ぐらいに出したらちょうどいいかもね。見たいですね。はい、なんでちょっとそれもぜひ次回楽しみにしていただけたらなと思います。過去のやつもね、あのちょっと概要欄に今回載せておこうと思うので、ぜひあの去年の夏フェスも見てほしいですし、
ほしいですし、ちょっとぜひ概要欄の方チェックしていただけたらなと思います。それでは今日もありがとうございました。覚えてる？もちろん。おい高評価、チャンネル登録、概要欄のチェック お願いします。ウェイあ、ロックさせない、ロック感出しちゃった。ではありがとうございました。